アメリカンバンクノートカンパニービルディングはニューヨーク市マンハッタン区フィナンシャルディストリクトのブロードストリート7に位置する歴史的な建物である。この建物はニューヨーク市歴史建造物でありカービー、プチアンドグリーンによる建築である。建物はネオクラシカルの5階建てであり床面積は2万平方フィートで事務所スペースと上階の高級アパートから構成される。 ニューヨーク市の不動産業者によれば、建物は住居、職場、小売業などが入居する多目的ビルである。バンクノートカンパニーの建物は他に、1960年代に繁栄したニューヨーク市ブロンクス区のギャリソンストリートにも、ある。この建物は1908年、銀行券を印刷し、通貨、証券を貯蔵する主要な会社であった、アメリカンバンクノートカンパニーの建物として、 建造された。建物は1988年に売りに出された。東京銀行は1995年に建物を売り、1996年にレストランに改装された。1997年には歴史建造物となった。建物は2004年、世界平和のグローバルカウンティー、マハリシマ兵種用義によって5.5アメリカドルドル M で購入され、 改装に490万ドルを要した。2010年には無名の中国の建設、投資会社2800万ドルで売られた。ウィキメディアコモンズにはアメリカンバンクノートカンパニービルディングに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。